その日はずっと平凡で当たり障りない一日だった。暇つぶしに聞いてたラジオから、あの話から流れ出すまでは非常に残念なことですが、本日地球は終わります。どうぞ他の国の大統領が泣きながら話をするまでは。祈り出しとシップを追い抜いて